ウィリアム・ヘンリー・ハービーウィリアム・ヘンリー・ハービーはアイルランドの植物学者である。藻類の研究で知られる。リムリック近くのサマビルで生まれた。父親はクウェイカー教徒の裕福な商人であった。地元で教育を受け、家業に就くが15歳までに藻類への興味を示した。1831年にキラーニーで苔の新種、ホーケリア・リタバイロンスを発見したことから、 グラスゴー大学の植物学教授、ウィリアム・ジャクソン・フッカーと知り合い、生涯、親しい友人となった。フッカーの著書、イギリスの植物や、ビーチー船長の航海の植物学の総類の章の執筆に協力した。1835年に、兄弟のジョセフと南アフリカに渡り、植民地管理の仕事を行い、ジョセフの死後も1842年まで南アフリカに泊まった。 この間に収集した標本をもとに、夫をゾンダーともに、ケープ植物詩を執筆するが、出版されたのは、ハービーの没語である。1844年から、トリニティカレッジで教え始め、その後教授となった。1854年から1856年の間、セイロン、オーストラリア、タスマニアなどへの調査旅行を行った。 1857年にロンドンディンレ協会の会員、1858年に王立協会のフェローに選ばれた。ゴマのハグサカの俗名、ハービアに懸命されている。ハーブは植物の学名で命名者を示す場合に、ウィリアム・ヘンリー・ハービーを示すのに使われる。ありがとうございます。